デザイナーになるのが夢で上京してきたので、今はその仕事を中心にやってます。その時好きなアニメキャラとかのイメージカラーを紙に、カラーに落とし込んだりしてます。スタイルのテーマは、まあとにかくこう可愛い感じ、可愛いものとか、あの派手なものとかが好きで、今日の服装とかはこうレースが入って、本当にフェアリーみたいな感じのものですね。若さを、そうですね、やっぱり日本人って若く見られたいという願望が多いんですけど、なぜかって言われるとちょっとわからないんですけど、まあなんか私は本当は大人っぽくなりたいっていうのが本当はあるので、まあでもこの顔の作りと背の高さだと大人っぽくはなれないのはわかっているので、まあこっちのいい方にシフトしていってるっていうのはありますね。日本人って体格的に、ってか体型的にセクシーになれる人って本当 1% ぐらいだと思うから、だって背低い女の子がほとんどだし、確かにね、他の外国人の方は何もしなくてもかっこいい、かっこいい、 H&M の服着てるだけでかっこいい。そうそうで、日本人は日本人らしさの可愛いを出していったんじゃないかなとね。自分的には目が大きくなるようにメイクしたりはします。目がすごく大きい少女漫画とかすごい目が大きいと思うんですけど、やっぱそれに近づけたいっていう気持ちが私はありますね。年を取りたくない。受け止めます。嫌だけど受け止めます。逆に楽しみっていうのもでもありますよね。確かにね。どんな感じになるんだろうってね、自分が。そうそうそう。